京都立花高等学校吹奏楽部2023年には台湾での公演に招待されました。彼らは全員現場にいて会場に精通しています。インスタントリハーサルと正式パフォーマンス。12月9日夜に台湾到着、通関手続きを完了し、もう12月10日の午前1時ですが、夜が明けたらすぐに高速鉄道で南下し高雄へ向かいます。午後2時ごろに公演会場に入り、つまり時代の大通り会場に慣れ、音響設備の調整を行った後、リハーサルのために会場に入り、メインステージに到着すると、フォーメーションパターンの位置やリズムを変えるには高尾五校の演技を見るため会場を後にした後、もうすぐフィナーレを終え台湾デビューも完了する。現場には8万5000人の観客が集まった。歓声と拍手が続き、台北第一女子高等学校の創立記念公演、完璧なプレゼンテーションです。立花高校大会金賞演技ラインナップ。その朝、富士ホテルでフラッシュした後、すぐに台北第一女子高等学校の校庭に急行し、現場で一決めマークを作成し、早速リハーサルしてみましょう。ブロックグラフィックの動きの変形がさらに完璧になりました。2022年と2023年のリハーサル、非常に明らかな違いがありますが、立花高校の適応力と鍛錬が見て取れ、どれだけ強いのかというと、さすがオレンジの悪魔、素晴らしい。